はい、皆さんこんばんは、あさぎです。今日もお疲れ様でした。一体いつになったら全国的に梅雨明けするんだ。そんな7月16日あさぎの夜ニュースがお伝えする出来事はこちら。一つ、ことぶき屋よりセガゲームスがサービスを行っているゲームファンタシースターオンライン 2S に登場するジェネのプラモデルが12月に発売されます。価格は税別6,000円。今日から予約受付を開始しました。今回発売が決定したジェネはストーリー前半の衣装であるステラ・イノセントをまとった姿。オークスの星を背負ったマントとかかっこかわいくて気に入ってる方も多いんじゃないでしょうか。不足するダブルセイパー、星ユトリクスは、納刀状態と展開状態を可動ポイントで再現。展開状態では、クリアパーツを取り付けることで、刃を表現できます。腕には、武器を保持するためのアタッチメントが付属し、腰にマウントすることも可能。そして、本製品ならではの特徴として、ジェネと同じく 2D さんがデザインを担当した女神デバイス、アスラ、忍者、そして旧兵とフェイスパーツと首ジョイントに互換性があるため、両方を持っている方は組み合わせて遊ぶことも可能。女神デバイスや FA ガールとはまた違った軸のことぶき屋の美少女プラモデル、お楽しみに。2つ、ゲームアリスギアアイリスが8月9日より東京ビッグサイトにて開催されるコミックマーケット96に出展します。ブースナンバーは2234。真夏のピラミッド公式薄い本入りグッズセットなどを販売予定。詳細は続報を待てということです。このグッズセットなんですけど、去年の冬込みでも販売してたんですよね。こちらでも薄い本はもちろん、アクトレスの誕生日がわかる卓上カレンダー、あとは社員旅行と臨海公園イベントで使われた鳴子坂製作所のマフラータオル、あと全40種の缶バッジセットが入って税込み5,000円。しかもそれがコスチュームガシャで使う新福袋に入ってるっていう。で、あのね、ゲームを近くに感じたいお宅には超おすすめの一品、ぜひ買いに行ってみてほしいかな。はい、3つ、惑星ロボダンガードエース豪華復刻決定版の刊行を記念して銀座ツタヤにて松本零士氏のサイン会を7月19日に実施します。参加には刊行される漫画の上巻または下巻とイベント参加券のセット、もしくは上下巻セットの購入が必要。上巻または下巻と参加券のセットは税込み8,046円。上下巻セットは税込み13,932円で購入できます。なお、上下巻セットを購入した場合、イベント参加券の購入は必要ありません。オンラインショップでの受注は7月18日9時で締め切り、以降は電話または店頭での購入となります。ごめんなさい。4つ、1からは VR 技術を用いたバーチャル世界のキャラクターとのコミュニケーションサービス夢のグラフィアのベータ版を今日16時からリリースしました。運用期間は8月中旬までを予定していて、対応デバイスはオキュラスリフト S、 オキュラスリフト、現時点ではその他のデバイスには非対応としています。チケットは事前販売による完全予約制で、価格は1枠30分で1000円となっています。夢のグラフィアは VR の特徴を生かして、さまざまな空間の中から自分好みのシチュエーションでキャストとの会話を楽しめるサービス。現実では難しい演出とか表現もバーチャルでなら実現可能ということですね。はい、失礼しました。はい、では5つ、キズナアイさんたちが参加するバーチャルタレント支援プロジェクトアップデートが
コミックマーケット96に出展します。まあ期間はさっき言った通り8月9日から12日まで。ブースナンバーは2111です。現在アップデートには3060組以上のタレントが在籍。ブースでは参加メンバーのグッズを販売予定です。さて今日のニュースはここまで。夏コミといえば今年は初めての4日間開催、金土日月と一部の人には出勤日もまたいでの開催となるんじゃないかしら。しかも企業ブースは一般ブースと遠く離れた青海展示場。初めての試みばかりだからみんな余裕を持って参加しましょう。水分補給と睡眠、そして何より徹夜参加をしないこと。コミケはみんなの紳士的な愛によって成り立っています。それではまた明日。